福井市では将来都市像みんなが輝く全国に誇れる福井の実現に向けて毎年度部局ごとに部局マネジメント方針を策定しています。財政部の清水です。財政部では今年度5つの組織目標を掲げております。まず1つ目が福井市財政計画の取り組みを着実に実行し、計画に基づいた予算執行と財政調整基金の積み立てを行うほか、基金繰り入れに頼らない予算編成により持続可能な財政運営を目指します。2つ目は将来にわたり安定的に行政サービスを提供するため、施設マネジメント計画に基づき公共施設の計画的な整備維持管理及び財産の利活用を進めます。3つ目は入札契約における透明性公正性の向上及び効率的な行政運営を行うため、入札契約制度の改善に取り組みます。4つ目は自然に対する正しい知識と理解を深めるため、自然に関する周知啓発に取り組みます。最後に5つ目が市税等収納率の維持向上に向けた取り組みを推進するものです。2024年春北陸新幹線福井開業が控えており、100年に一度と言われているこのチャンスを確実につかみ、将来につなげていかなければなりません。これから当分の間、これまで以上に厳しい財政状況が見込まれますが、収支均衡した財政構造を堅持し、健全で持続可能な財政運営を目指します。福井市部局マネジメント方針で検索。